これはまたどういうことかな。また随分と下手くそな尾行だけど。さて、一体何の用か。さあ、出てきなよ。一体俺に何の用があるんだ、クレメンス。おかげさまで。それより先の問いに答えてくれ。蛇の頭が俺ごときに何の用だ。まさか本当に見舞いに来ただけだなんて言わないだろう。どうしときたか。それは面白いジョークだな。君らヘビにそういう考えができるとは思わなかった。いや、新しい発見だよ。それで同志殿、君は俺にどんな施しをしてくれるんだ。なるほど、それはありがたい。だがあいにくと遠慮するよ。助力の必要はまるでない。全てだね。強化技師、もしくは変異、再生細胞。お断りだよ。醜すぎる。それに君の手足とやらにも興味はない。どうせそこに立っているカカシ集団のことなんだろ。そんな連中は紙細工だ。バカにされたのが分かるだけの頭はあるか。やめなよ大将、バカバカしい。今は内輪で揉めてる場合じゃねえだろ。助力はいらないって言ってるんだし、もうそれでいいじゃねえか。へえ、これはまた。見た顔だね、レディ。君はあの時あそこにいたな。なんだ、やっぱりバレてたか。まあね、前にナンパされたのさ。確かに、その説はどうも。
だが君が蛇とは驚いたな。あまりそういうイメージはなかったんだが。あんたの勘は正しいよ。俺は厳密に言うと蛇じゃない。ただ町の発展を願うだけのパンピーさ。別に自慢できることでもないからね。たまたま復元した遺産の一つがそういう力を持ってたっていうだけだよ。それでジューダス、いやタスラムって呼んだ方がいいのかな。俺はこの旦那にあんたの治療を壊れたからここにいるんだが、どうするよ。それは光栄の至りだけど、やはり結構。君も魅力的な女性だが、あいにくと俺の主治医は決まってるんだ。悪いね。ああそう、なら別にいいと言いたいのは山々なんだが、この旦那にもメンツってのがあるからな。はいそうですかとはなかなかいかない。もちろんいい男に振られた俺個人のジェラッケも少しある。あんたが死んで、あちら側との関係がこじれるのはよろしくないんだ。だから協力した証としてこいつを受け取ってもらいたい。多分気に入ってくれるとは思うがね。了解、確かに受け取った。それからクレメンス、君も外交を心配する必要はない。たとえ俺が死ぬようなことになっても軋轢が生じることなどありえんよ。なぜならあちらは俺が生還するなんて花から期待していない。所詮はゾンビユニットだし、死人が死んでも大した問題なんかないっていう理屈だよ。まあもっとも、だからといって死ぬ気はないがね。だったら死ぬのはあいつの方かい？さあどうだろう、わからんね。ただカーマイン、君の目論見に今のところは乗ってあげよう。振ってしまった償いだ。じゃあまたね。別にそう来るだろうと思ったよ。身長、体重、血液型、生年月日は知らねえけど、3サイズまでなら OK だ。さてね、だが俺も一応 D4 の住人だぜ。死神のヤバさはよく知ってる。虫の王にくぐつし、そして暴君。あんたら蛇の三頭が総出でかからねえと、あいつを倒すのは不可能だよ。それでも64で分が悪い。そもそもベルゼバブの名を継ぐにはあんた少しまともすぎるよ。デザードのマリオネットイエーガーも、アズランのメギドフレームも同様にぬるいね。名前負けしてる感は拭えない。俺が知ってるそれらはもっとデタラメでもっとバカバカしい、シャレにならない化け物だ。何せ一つの文明を根本から潰したような連中だぜ。
たかが人間がハッタリ聞かすために関するにはデカすぎる名前だよ。だからせいぜい町の歴史に泥塗るような真似だけは控えてほしいね。職業柄先達の遺産を冒涜されるのは好きじゃないんだ。ああ、それからもう一つ。そこの連中、確かにただの紙細工だわ。ほらな、こんなに脆い。あんたらみたいな技術偏重主義者には分からんだろうが、タフで力と速さが優れてるだけじゃ大した自慢にならんのよ。脳や心臓の位置まで操作できるフリークスや、迂闊に接近もできないサイキッカーに比べれば、サイボーグだのドーピングマンだのは弱点の塊だ。そのくせにおごりがある。つけ込みやすい。安易な強化にだらけ切った感覚は得てしてフェイクに弱いもんさ。 D4 の住人なら誰だってこれぐらいのことはやってのけるぜ。なあ、これで少しは俺の言ってることを実感として受け止められたか？とんでもない。さすがは三すくみの一角だ。ビビって腰が抜けそうだよ。まあちょっとした軽いお茶目さ。そう目くじら立てなさんな。あまり気乗りはしないね。ストーカーだと思われたらどうしてくれるよ。きついね。あんた佐渡気あるのと違う？でもまあ前哨だけはしておくよ。別に、単なる知的好奇心だよ。つまらんことさ。それじゃあまたご愛顧頼むぜ、虫の旦那。
あんた何やってんのよ。おう、ジーザス、ここにバカ野郎がいたりして大変です。あれだけ愉快な真似してくれといて、ずいぶんいい度胸じゃない。病み上がりでまた怪我増やす覚悟なんだ。忘れてる忘れてるよこの男。どうしよう、どうしましょう。なんかダメ、もう切れそう。すっげえ苦労と努力と忍耐の果てにおかげさまで。あんた、この私があんな被り物して表出ることにどれだけ恥を忍んだか分かってる？変な噂立てられたらどうすんのよ。にやつくな、この悪党。あんた責任取んなさいよ。そう、責任。ここは一発男らしく、女に恥かかせた責任を。いや、それはその、ちょい待って。だいたいあんた、他当たるって何それ。例えばどこの誰。あんたは女なら誰でもいいんか。嘘。マジで。もういいわ、あんたの相手してたら疲れてくる。嫌よ。私も真剣。そもそも今日はあんたに説教するために来たんだから。まだよ。っていうかこっちが本命。リルちゃん、おいで。はい、ちょい待ち。最初に言っとくけどね、私はかなり怒ってるから、そこんとこよろしく。
いつもとは次元が違うのよ。真面目な話なんだから、あんたも真面目に聞きなさい。ライル、あんたこの子に何を言ったの？返答次第によっちゃ。そうよ。ただじゃ済まさない。あんたね！それは、いえ、そうですね。すみません。別に謝ることなんてないのよ、リルちゃん。悪いのは一方的にこいつだから。だいたい、あんた勘違いしてるみたいだから言っとくけどさ、この子は別に私に泣きついてきたわけじゃないんだからね。あれ以来様子がおかしいから問い詰めたのよ。問い詰めても何も言わないから。だからあんたに聞いてるの。ただのおせっかいじゃないわよバカ。私にだって。まあそれは今どうでもいい。とにかくそういうことだからぐずってないで話しなよ。茶番？あんた、また茶番って言ったわね。こんな辛そうにしてる子を前にして、どこからそんなセリフが出てくるのよ。やめてください！もういいです。全部彼の言う通り、私がバカなだけですから。ごめんなさい、エニスさん。いろいろとご迷惑をおかけしました。それから、ロト、いいえ、
ライルさんにも。いやだな、そんな顔しないでください。私、何とも思ってませんから。だってほら、私には羽があるし、どこへでも行けるんです。ここじゃなくてもきっとどこかに。それじゃあ、お二人とも短い間でしたが、本当にありがとうございました。さようなら。追わないの？まあね、そこまでお人よしじゃないわよ。じゃあ、そういうわけで、失恋を祝した乾杯でもしましょうか。